た3日目、琵琶湖浜を追記にいます。ここね、今実にこの線路があって路面電車っぽいんですが、実は4両編成の電車がね走ってる場所でありまして、ちょっとここのねシーンをちょっといった動画でどうぞ。はい、でね、動画をご覧いただいた通り、4両編成の、ね、電車が走ってるんですけど、実はあの電車地下鉄には入れて、さらにね、登山電車レベルの急行へを走るという、1両あたりの製造費がですね N700 系レベルの、ね、製造費がかかっているということで、まあ、めちゃくちゃやばいあの電車ですね。でその電車に今回乗っていきたいと。でその電車はねやっぱりあのこの辺近く、僕も今回は大津駅って JR 西日本駅から歩いてきたんですけど、あそこから徒歩10分15分ぐらいで行けるんで、正直言ってこれにねわざわざ乗ろうと思う必要もあんまないんですよね。まあ大津の中心街っちゃ中心街なんだけど、やっぱり大津までちょっとでもあった方が、京都まで200円で行きますからね。で京都まで200円で行けるところがこのやつを使って、行くと京都まで530円かかるということで、まああの往復分ですよね、 JR 西日本の、まあ、2倍かかると、2倍以上かかるということで、あんまり乗りたいな。ちょっと今回地下鉄区間の終点である530円区間の渦巻天神川まで行きたい。お金を入れてください。先に金入れないと反応しないパターンね。じゃあこれが切符ですね。京都市営地下鉄290円分の区間が入っていると。これすごいですよね、この行こうかの鴨の橋がいます、ね、僕は切符なんで、こう上に、で次が自発49発の渦巻天神川行きです。電車が来ると青になるとかシステムなのかね。
車止まれってことなんで、ね、私は今後で止めましょう。左側に関しては行っておいて、だから自然的に右側が混むと。そうなんだ。で、こっから行け、山岳館に入るね。駅名表も斜め。
国道1号線じゃないな、東海道でございます。帰りは東海道は歩いて帰るか。うわ、いきなりスピード出した。大変暗い。 38.5 倍。右側名神かね。右側名神コースか。ここ東海道か。そう、左東海道。地下鉄もなかなか珍しい気がするね。 ATC？ いや、東西線は ATO なんです。
セミの機関車みたいな顔してる。ちょっと CG 型止まらちゃうもん。それくらいかよ。一緒に60。マジで大きいから、なんで地下鉄に直接しようと思ったの。あ、そう、元々は京都市内も路面だったんだよ、これ。だけどやっぱり道路混雑で地下に置き換えると。平日の12時だとは言うわけが。地下鉄次。そういうことだな。ミササギじゃん。ミササギってあれじゃん、天皇の墓じゃん。あ、そうなんだよ。あれ、これ戻る。戻るでしょ。まさかカーテン自動でしまうの。よく西日本ある。自動なのこれ。いや、暗くなったら自動でしまうと西日本ある。西日本してたら。なるほど。次は、伊佐崎です。六時走行のが隣に来て、次は、伊佐崎です。わわわ、小さいのかな。結構そう。
それカラスマ線とね、車内放送が違うんだよ。マスコン動かさなくていいんだ。そう。いや、そのあれ ATO の中でも南北線とかってとりあえず B4 までかけるって停止中。使ってる川中あれで兵庫のあれじゃん、笠田でしょ。あれは笠田だって、下井町だって。そうだ、多分笠田だ。下井町日立だっけ。あれだ、日立か、多分日立。いや、曖昧だからわかんない。まさかこの年で転換じゃなくて電話だ。枠とさ、後ろの枠でさ、ちゃうやん。やっぱ前の部活さ、前の部活の部活と後ろの部活でさ、椅子向いてる方が違う。意図的とは思えないし。最初のケアって我々は求まないし。あ、そうだ。そこで。二条城とか行く人はこれ乗ってんの、絶対。車両が来たかどうかしない。こういうポテトってのを忘れちゃった。マジこれ単なる我々の京都の修学旅行になってますこれ。いやでも台風のなんかこんな楽しみにしてるのさ、我々勝ち組になってますよ。駅はどこもこんなもんで。やっぱり烏丸線がさ、市役所前通らなかったからさ、あれなのかね。やっぱり市役所前通したかったから当然着くと思う。
多分それか多分6時ゾーンエリアがもうちょっと地下鉄欲しがってたのかね。これさ、つくばエクスプレスでしょ。まあ運行方式は同じ。さらに運行でいいです。そうそう、カラスマ線の方がさ、カラスマ線の方がめちゃくちゃさ、なんかあれ、てか今回の動画さ、京都市営地下鉄全線走ってんだけど、カラスマ線は近鉄と直通でしたよ。近鉄長駅とか来る、急行とか、まあ、地下鉄線は急行にしないです。そう思うと京都市営地下鉄勝ち組なんじゃん、直通もしてるし。車両によって違うのか。それとも産むごと、さすがに自社のさ声使うよね、カラスマ線でも同じようだろう。そうそう。
路面電車を走ってるとね、まあ路面電車、嵐電ですね。嵐電乗ってみよっか。200円ぐらいでしょ。